はい、こんにちは。日本改革トークツアーです。NHK の最新の公開された資料によれば、2022年度は10万件ぐらいの契約数減少で進むかと思ってたら、21万7千件減少しちゃった。衛星契約は4万件増えると思ってたけど、8万5千件減っちゃった。これ見積もり甘すぎんだねえのか。開きが12万件って、どういうことだって話なんですけど、見積もりがそもそも甘えんじゃねえの。売上6708億円の予定なんだけど、皆さんが滞納するもんで4978億円しか回収できてないだそうであります。順調に弱ってるようで、めでたしめでたし。去年死亡者数は158万人なので、契約数減少は少ねえな。22万件約、158万人亡くなってんのに22万件しか減ってないの。まあ誰しもはですね、独居というわけではありませんので、まあおじいちゃん亡くなったけど、その家には、まだまだ人住んでんで、契約は継続でみたいな、そういうとこもあるかもしれないですね。滞納率 25.8%、 実に4人に1人が滞納と。普通の商売だったらとっくに潰れてるレベルなんですけれども、私がNHK さんにアイディア、ピコーン、ナイスアイディアをご提案、プレゼンするとするとですね、滞納した世帯の電波を止めたら良いのだよ。スクランブル放送ですね、それね。NHK イヤドス。崩壊が1日でも早いように、4月2日渋谷でスクランブルでもやります。スクランブル化すれば、売り上げ半分以下になり、NHK は崩壊します。皆様、ご協力を。コラボ情報更新、ひまそらさんと別動隊、信彦部屋さん。2020年度コラボ事業報告について、第3四半期の SNS 相談がマイナス517人って、何相談方法その他がマイナス10人って何、赤文字になってますね、これ。画面、右の方をちょっとね、赤文字になってる2箇所あります。確かに相談件数が0人以下になるっておかしくない？当は事業報告を見もせずにホームページに載して、金も言われるがままに出してた疑惑が深まりましたね。にしてもですね、コラボを追っている野生の調査員は、まあ、10人以上確認されております。誰からも指示されてないのに、別な個体がそれぞれのやり方で、WBPC、若草ボンドパップスコラボを倒すっていう目的に向かってですね、行動するですね、スタンダロンコンプレックスそのものですね。まるで一つの生き物のように、超個体化、超個体現象なんでしょうか。スタンダロンコンプレックス。各位、私も何が起きてるか、拡散ご協力してますけれどもね。やっぱ税金にたがって、ずるして美味しい思いしてるやつは、許せんもんね。ああ、妬ましい。という直球。正義のためにとか、いい人分のやめる、かっこつけるのやめる。妬ましい、ずるい。というですね、直球で、楽してんじゃねえよ、ずるしてよ、いう思いから、私はやっております。さらに、若草ボンドパップスコラボ、界隈は、共産党のみならず、トファの都議とも、怪しい動き、NPO アートで社会問題を解決する会、君と、代表、森めぐみさん、東京都の担当席に問い合わせしたのとほぼ同時期に、ある都議さんに調査依頼してまして、調べますとのことでしたが、途中から連絡来なくなりました。私が依頼したのはパップスの調査でした。そしてその都議さんは白都議員です。トファのあの時しっかりトファがやっていたろうなと残念です、こんな顔してる50歳、だそうであります。知らねえな、誰だろうな。都知事を握れればたった7年間でズダズダにできるもんすね。なかなかね。首長。首長ってさ、直接選挙で選ばれるから権限強いんだよね。国会と同じく、最大党、まあ、与党、中で総裁選やって選べばいいのになっては思いますけれども、最初に出されたコラボの書類は一区部分が多すぎて、こんなんで監査できんのかなって、代物だったみたいなんですけど、居場所に関する情報が非開示なのはわかるけど、
連携実績や予算審議関係が非開示なのはよくわからん。社会的地位が損なわれる恐れのある文章って何なんだよ。川松真一の時、ひまそらさんの開示請求再調査結果は本日事務局が発送したとのこと。ひまそらさんの受け入れ、確実なタイミングで監査委員会事務局が公開されると思います。3月2日昨日のことですね。2月28日に福祉保健局が監査書類を監査に再提出、3月3日あたりに監査請求人ひまそらさんのとこに提出書類が届いて、それの公開は週明け3月6日ぐらいかなっていう大方の予想でした、予想でした、賢者による再監査結果予想。1問題なし、よし大荒れ、コラボは勝利宣言、ひまそらは訴訟を起こす、東京都が結構きつい思いをすることになる、2数十万円程度の返金、コラボはボンミスを強調しながら勝利宣言、ひまそらは訴訟を起こす、東京都が以下略、3数百万円程度の返金、あちらもこちらもまあうーんどうだろうこれみたいな微妙な雰囲気になる、コラボの次期契約が怪しくなる、ひまそらは訴訟を起こす、東京都が以下略、4数千万円程度の返金、大荒れ、コラボの解散がちらつく、ひまそらは訴訟を起こす、東京都が以下略、5奥の返金、大荒れ、ひまそらは訴訟、東京都が以下略と、こういうパターンで予想してましたけれども、東京都がきつい思いをすることは決定事項みたいですね。約束された勝利あるいは変えられない運命とでもかっこつけて、見ましょうかって思ってたら、つい先ほど速報出ました。再監査の結果、経費のうち192万円を不当とする、経費総額は2712万円となり、委託料2600万円を上回っているため返金要求はしない、領収書の一部を提示しなかった、できなかった件は次からちゃんとやってね、指導します。2023年度以降は委託事業じゃなくて補助金事業にする、実質お咎めなしの結果になりました、問題なし、よし大荒れ、コラボは勝利宣言、ひまそらは訴訟、東京都が結構以下略、これになりました。あーって感じなんですけども、一般意見です。ちょろすぎんだろ、不当会計が事実認定されたら苦しい言い訳だな、領収書を出さないって、返金が発生しないように工夫したね、経費と認められない192万円は返金では、領収書なしでいいの、ずさんすぎない、弁護団の勝利宣言来るぞ、勝利宣言できるほど潔白でもないよねこれ、申し訳程度にですね、あの192万円分は不当会計だったでお咎めなし、不正会計って言っちゃうとまあそれは違法行為を指すんで不当、ミスとか間違いとかそんなね、ニュアンスにしてますけど、今後はきちんと注意しますで済むと思うか、これは終わり確定ですね。113万円持ち出しで事業やってくれたんだから返金なし、っていうのは理屈みたいですけど、2600万円の事業をお願いしたが、あのかかった経費は2713万円だった事情、領収書もないけどって言ってるからって言って、あのコラボがかかったって言い張ってる、経費をですね、領収書もなしに全て認めてるっていうね、ずさん、何これ、なんかあの物証皆無の証言を認めた慰安婦捏造を思い出しますねこれ、これ都の職員が退職金で弁済するような案件だから意地でも認めないってとこですかね。返金があると、決算案書き直しでそれを議会通過させないといけないから大変なんだって、でもいや、あの職員が大変な思いしてもいいから正義を執行してくれる感じなんですけどね。しおちゃんさんの、刑事訴訟、ひまそらさんの行政訴訟が始まるよ、まあ通過点ですね、まだまだ続くよ、コラボ劇場、地獄の始まりですかね、都の職員にとってはね、コラボにとっても地獄でしょうけれどもね、民事だからな、民事かな、行政訴訟って時間かかったりするんですよね。なんか変なダムの開くの開けるのの訴訟20年でやっとつい最近決着ついた、なんてね、都の方も絶対認めねえんだろうな、あの過ちを、なんで領収書を出さねえ、言い張ってる経費こんなにかかりましたっていうのを全て認めるの、鵜呑みにすんの、なんでなのっていうとこを
つつかれても絶対認めねえんだろうね。でそうこうしてるうちに、担当者とか当事者が年取っちゃって、亡くなったりなんかして、そこまで頑張る気かな、ちょっと怪しいなって思っております。まあ見張ってますけどね、私ら野生の朝鮮が。日産ゴーンの、海外逃亡を受け、海外に拠点のある企業の幹部や不法出国を手助けする人物と関係を持つ人物の保釈中にGPS を装着できると閣議決定、今国会での成立を目指すそうであります。まあそういうやつにつけるという、一般意見、逃げたら爆発するやつ、通称ゴーン法。パヨンはまた騒ぎ出すな。あいつらいつも犯罪者目線だから、犯罪率が高い性犯罪にも適用してほしい。日本の警察ちょろいからな。まあちょろいんですよ日本の警察。まずはガーシーにつけよう。いいアイデアだ。どうやってつけるの？ドバイまで行く？いかにもパヨが騒ぎそうな件ですね。あいつらいつも犯罪者目線ですからね。防犯カメラつければですね、監視社会ガー、プライバシーガーって騒ぐしね。治安が良くなって自分らも安全になるって考えはないんだから恐れ入りますよね。GPS 外すと刑罰が増えるって言うんですけど、そもそも海外に逃げるようなやつに聞くかな、バックレよ、本気でバックレよっていうやつに聞くかな。プーゴーンを出しに使ってるようだが、本当の目的はですね、強制送還拒否の不法滞在者かもね。保釈中にかなり逃げてるっちゅうしね。年間数千人単位で失踪してる外国人実習生にもつけたらいいのでは。まあお金かかって大変っていうのもあっかもしれないですけど、っていうかそもそも実習制度やめろって。こんな欠陥が、大欠陥があるんだからね。そんだけの数、数千人単位で行方不明なってて地下に潜ってるって怖くてしゃあないですよ、私みたいなか弱い一般人はさ。その他今日の単身、関西生コン執行委員長湯川50歳に業務妨害と恐喝で懲役4年の実刑判決が出ました。なぜかテレビ報道されない。なので、生コンと関わりが深い辻元清美もシャーシャーとしていられると。楽しんごさん、ゲイだけど LGBT 法案絶対ダメ。全国の旅館温泉組合、銭湯、旅行会社の経営者や責任者は LGBT 法反対を表明すべき。自分の会社の存続が危うくなることを理解し抗議せよ。表立って批判するのが難しいなら地元の自民議員に陳情の電話すればいい。男女別更衣室や部屋のある全ての企業が危機感を持てボケーっとしてると潰れる。まともだなぁ。そうだそうだ、細野モナオはですね、罰則ない理念法だからって言って言い訳してっけど、これ大義名分にして変な条例作っちゃうのがパヨの上等手段なんだからな。元男性で工事済みの美容系 YouTuber、チュルさん。お前ら工事もしないで何なの？ LGBT 法で排除されるのは普通の女性だぞ。温泉もプールも倒産するわね。温泉宿が荒廃するだけ、平穏に生きてる当事者が迷惑するだけ、当事者の反発買ってますね。世の中が混乱すっから当然か。なんで自民党がこれに一生懸命なのか全然わかんねえ。やはり金目当てですかね。やはりここはですね、女子風呂や女子トイレに侵入した自称女の竿付き玉付き野郎は管理者や女性客の判断でちょん切ってもいい法律もセットで作んないとおかしいんじゃねえの？温泉やろ、潰れちゃえよ。温泉文化なくなっちゃえよ、世界にかんたる。安倍総理の、山口4区、今は空席、補選があります。立憲からは有田芳生が出馬だって、よっぽど人材いないんだな。人材はいっぱいいるのにね。それともあれか、北朝鮮との窓口の、有田がいないと立憲も困るってか。辻元も同じ理由で、衆院から参院に鞍替えさせてまで当選させましたけどもね。自民は岸元防衛大臣の息子さんが出るそうであります。安倍総理の甥で岸防衛大臣の息子、パヨとテレビはですね、世襲がーとか政治の私物化がー、騒ぐんだろうな。どうせ有田勝てないで大恥かくとは思いますけれども、よっぽど人いねえんだな立憲ってな。同じ顔ぶれ
使いましてな、呆れる事態でありました。というわけで、コラボ再監査の結果はですね、思うようなもんではなかったですけれども、まあまあ、これから大荒れ、大騒ぎ、訴訟で地獄の始まりになって、燃料になってよかったのかな、思います。というわけで、メール当院さん、来週募集であります。動画説明欄、もっと見るをクリックして、そちらからご登録ください。よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。